雲に輝く竜城の青葉の嵐青に見よ、矢作の流れまさに見よ、伊佐は高しこの力、岡崎これや我が郷土、いざや行け行け青い武将隊、いざ出陣じゃ。ふん、今日もクールに行こうか。一度たりとも負け知らず、ただ勝つのみと名付けられしは戦国最強の武将、我こそ本多忠勝。天下は一人の天下にあらず、天下の天下なり。我慢辛抱堪忍と幼き頃より戦国の定めという名の濁流に流れず耐えたそれがしの生涯かけたる望みとは、天下太平の世、時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士、我こそ家康、家康さん、家康公、青い武将隊。Thank you.
ですけれども元気よく行きましょう。泣かぬなら泣くまで待とう。戦いにせ、こういうわしらのポーズありますので覚えて帰ってくださいませ。もう一回泣かぬなら早くもトドのホトトギスの前が踊りませんか。今年最後両技が腰は大丈夫でございますか。大丈夫大丈夫、ありがとうございます。さあこちらが、本年度本年じゃないですね、今年見納めのホトトギスの前でございます。さあわしら、このように金土日祝日と、演舞をやっとるわけなんですけれども、なんと今年この岡崎公園でやる演舞は今日が最後ということになりますね。1年間ありがとうございました。ありがとう。ただですね、山綱町岡崎市は山綱町の方にあります桑ヶ井山荘、こちらで、今年最後の日12月31日に、一部の武将が出陣いたしましてファイナルイベント、こちらに出陣いたしますので、ぜひぜひお時間がある方、いらしてくださいませ。ですね、この桑ヶ井山荘というのがですね、1970年から42年の歴史を持つ、国民宿舎ということで宿坊町岡崎のですね、こう歴史を支えてきた建物でございまする。1970年といえば、ビートルズの解散、アポロ13号の打ち上げ、よう知っとるね。あと大阪万博か、なるほど、いろいろよう知っとるね。いやいやいや、ちょっとな勉強させてもらいました。こういうのがあって、歴史をずっと42年間身を持ってきたこの建物で、最後のファイナルイベントございますので、ね、ぜひぜひお立ち寄りくださいませ。マジで噛みすぎですね。いいよいいよ、さあ、ね、わしらもなそうやって歴史を作っていかなきゃいけないけれども、この1年またいろんなことがありましたな。なるほど、そうじゃの、ちょっと振り返ってみて一番何が印象に残りましたかな、部屋地。そうか、まあこう印象に残ったというか、そうじゃの、なんかありがたいなと思ったのが、8月にのこう分刻みで移動があってな、なんか有名人になったような、そんな気持ちになったな。そうですよね。わしら、今年多い時で1日に、今見させていただいたようなパフォーマンスですが、1日6回やるということがありまして、一流芸能人並みの忙しさをちょっと、あと葵中学校に行ったらのなんか文化祭だったかな、あの時音楽祭だったら、なんかその時にもの、なんか堪忍踊りとか踊ったらの中学生がブワーって舞台上にジャーって来ての、なんかそれもそれでなんか
すごいアイドルになったというようなそんな感じで嬉しかった。あのわしらもだいぶなこの岡崎市内で浸透してきましたからね。そうじゃね、ちいさんはなんかこの印象に残ってることとかなんか思い出のある遠征先とかそういうの。あ、わしはですね、先月行われた11月18日だったかな、アスナル金山の方でね、あの武将隊が数々多く集まるイベントがありまして、そこにね出陣させていただいた。でその時もちょうどね、なんか2つか3つイベントが重なっとってね、もういろんなことで移動も本当に分刻み言ってね、わしのトレードマークであるこの扇子をね忘れてってまってね、ポーンとないと。でいつもね、さっきやっとるわし工場扇子使うでしょ、あれどうしようかなと思った時にね、パート見たら知り合いのね武将の人がおってね、借りた。そうですね、もう今やこう全国にある武将隊でも扇子使いといえば一番なこのちいさまが。そうね、このトレードマーク忘れてますね。そうですか、犬山の甲冑隊の方にロードでもお世話になりました、サリードにね借りて、そうです、その日は特別仕様の扇子となったわけですね。この1年で他の武将隊との絆もだいぶな深まりましたからね。そうだよね、岡崎サミットもあったからね、ちょっとそうですね、あの全国の津々浦々の武将隊がこの岡崎に集まりまして、岡崎武将サミットとなることもちょっとやりましたしな、私なんかやっぱり一番印象に残ってるのは、まあ、いらっしゃらなかった方もね、いますけれども関ヶ原に遠征に行きまして、まあいっぱいな部屋地、恥ずかしいこといっぱいやらされたな。いいいい、新しい、なんか新しいこうなんじゃ門出というか、なんかそんな感じで切り開けてたら、やったらわしも知らんもんそれ。なんかなるほど、なんかでかい声で超よ動けって言わされた。全然分かってない、分からんじゃん。まあ詳しくはこういうことじゃ、まあ詳しくはちょっとな、あの DVD でも出た時にちょっと見ていただければと思います。おう、そして忘れてはいけない徳川家康殿。徳川家康殿、他人か。すみません、殿殿は一番この1年振り返って思い出に残っているのは何でございますか。ただがむしゃらにこの1年間は突っ走って出陣をしてまいりましたが、中でも印象に残っているのは、まあ武将隊がですね、赤嶺ホールで演劇公演なるものを1日2回催したことですね。たくさんの岡崎のいろんな文化団体、大勢の市民の皆さんにも参加いただきまして大変盛り上がりました。おかげさまで2つのステージが満席になりまして、これも常に皆様方のおかげだと感謝しております。まああとはもう本当に今家臣たちが申し上げました通りのいろいろな遠征先でのハプニングがあったりですね、驚かされること多々ございました。まあ中でもやっぱし一番常に思っておるのは印象にと言いましょうか、思っておるのはやはり皆様方の明るい笑顔、元気な姿ですね。いつもこうやって拝見できることは何よりもの幸いでございます。以上。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの思い出を胸に、また皆様とのな、あの絆を胸に、わしらこれからも頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後のコーナー行きましょう。犯人踊りじゃん。よいしょ。これもだいぶ恒例となってきましたな。わしらの演舞の最後を締めるのはやはり犯人踊りでございまする。少しだけレクチャーをしたいと思いまする。